こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン、いよいよシドニーの物流センターが稼働しました。オーストラリアアマゾンがね、本領を発揮するには、まあ、以下の3つの条件が揃うことが必要というのをね、えー、以前話してたんですけど、まず、シドニー、最大消費中のシドニーの物流センターが稼働しました。先月、9月に稼働しました。 でね、そういえば商品を納品した会社さんがね入れたら3日で売れましたというお話をいただいてまあ随分売れるの早かったなとで今まではね売れるんでも数日とかじゃなくてねやっぱ1週間とか、えー、かかってたんですけどまあ3日で売れたということはねやっぱりシドニー稼働して、えー、随分と、まあえー、販売力が上がったなという感じです すで既に、まあ、プライムサービスは6月に開始されてますんで、あとは、まあ、リコメンドシステムの実装と。ね、このリコメンドシステムが Amazon の強みなんでね、これがやっぱり、えー、稼働しないとちょっと、えー、本来の Amazon の様子にはならない。まあ、ただ、もしかしたらね、ホリディーシーズンまで実装させるんじゃないかなと思います。で、ちなみに、まあ、以前アメリカ Amazon で、えー、販売した時はですね、 アメリカアマゾン売れますよというセミナーをやっていて、で、まあでもそうなんですかねって、そういえば最近ヤフオクも売れないんですよねって話をいただいて、そのヤフオクで出してるの何ですかと聞いてね、えー、じゃあその商品を今アマゾンで出してみましょうかと、ねえー、こうやって出すんですよって言って口座作って出したんですね。そしたらなんと、えー、確かね、2時間か3時間のセミナーだったんですけど、そのセミナーやってる最中に売れちゃったというのがあります。 だからね、このリコメンドシステムが実装されると、まあ、今までね、えー、プライムサービスが始まるまでは納品して売れるもんでもね、えー、10日とか2週間動かなかった。10日とか2週間で売れてきたと。で、シドニーが稼働したら3日で売れるようになった。リコメンドシステムが実装されたらもう数時間の、ね、単位で売れるようになりますから、まあ、今後、まあ、今現在ね、ぶ分面白くなってきましたけど、今後ますます楽しみだなという感じです。 ちなみに、えー、物流センター,、ねえー、このシドニーのオペラハウスから車で31分の場所にあります。大体このシドニーの、シドニー住んでてね、お金使うの大好きって人はこのシティーかあるいはね、えー、北側の方とか、辺りに住んでますんでね、まあ、えー、30分から、えー、遅くとも50分で、ね、物流センターから、 えー、届くとただ物流センターから直送するわけじゃなくてね、えー、どっかこの辺の、えー、販売店とか、販売店じゃなくて、えー、輸送会社のね、えー、物流センター経由する形になると思うんですけど、いずれにしても、もう2日で届くのはね、えー、楽勝と、まあ、もしかしたらね、オーストラリアでそれできんのか、そこまでやる必要があるのか、分かりませんけど、ロンドンとか東京とか見たくね、えー、2時間配送というのもね、まあ、もしかしたら考えてるかもしれません。 そこまで行く前に、ま,あ、まずはね、シドニー物流センター稼働して、まあ、随分ね、えー、販売量が上がったと。あとは、リコメントシステムの実装を待てば、ね、リコメントシステムが実装されれば、まあ、かなりアマゾンらしい、えー、販売力になってきますので、まあ、今のうちからね、商品探して、まあ、どんどんオーストラリアアマゾン取り組んでいきたいなと思います。ちなみに、それ面白そうだねと。オーストラリアはそんな思うかんかいと。まあ、気になる方はですね、こちらの ねえー、無料アマゾン輸出メールセミナーにメールアドレスとお名前を書いて登録ボタンを押してこのアマゾン輸出無料メーセミナー受講してみてくださいまあオーストラリアアマゾンの情報、まあ、どんな商品を扱ってはいけないか、まあ、どんな商品が高く売れたかあるいはね、えー、どんなサポートをしてるかまあそういった情報を無料でお届けしてますご登録を待ちてます以上天ーアカデミー堀秀夫でした